ちょうだいちょうだい、あ、ちょうだい、うん、うん、いやもうこれでいいや。あ、お前じゃねえ。あ、やった、ラッキー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 、うわー、はい、どうも、わらです。さあ、というわけで今回ですね、新作ハチャメチャバトルロワイヤルフォールガイズやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、最近発売されたね、もうめちゃくちゃなバトロワです。バトロワって言ったら PUBG とかフォトナとかね、ああいうなんかシビアな感じがあるんだけど、このゲームはそんなことない。もうね、めちゃくちゃ一回死んでもいい、何回死んでもいいけど、とりあえずゴールまで走り抜けっていうタイプのバトロワです。そんなバトロワあったか。もうなんかバトロワなのか怪しい感じはするけどね。ちなみに今回はね、パイナップルスキンでいきます。今手持ちにあるね、唯一のスキンです。もうこれしかないんだよ。もっと欲しいな。よし、じゃあやっていきますか。プレイ。で、これは60人で行います。で、プレイヤーが60人集まらないとゲームがスタートしないっていうね、かなりここだけめちゃくちゃシビアっていう。これがね、結構ね、集まんないんですよ。なんかサーバーがちょっと重たいのかなんかしないけどね、発売初日なんですけど集まらないこれが。これうん、平気でね、5分ぐらい待ちます。お、あと1人来い、あと1人来い、頼む、来てくれ、あと1人、今10分待ったんだ、もう10分待ったんだ、あと1人来てくれ、頼む、あと1人、1人ぐらいいいじゃん、1人ぐらいいいじゃん、59いいね、始めてもいいから頼む、始まってくれ。やっと行った、やっと行った。あー、かかった。マッチするのに15分かかりました。あー、やった、嬉しい。なに、こういうゲームだったの、これって。ゲームに参加できるかできたかっていうバトルは、これ。めっちゃ難しいやん。さあ、ゴー、走れ。これはちなみにレースといって、一番初めにゴールした人が優勝というわけじゃなくて、枠があって、今だと34人。34人までがね、ゴールできます。で、それ以下は全員失格として、終了です。ゲーム終了です。あ、パン、いや、むずっ、これ。ほら、危ねえ、飛び抜けだ。ここね、めちゃめちゃ難しいんだよね。この、タイミングを見計って、よし、今だ、いけ、よしよしよし。で、ここが、スライム橋で、今、あれ、俺、うまい、うまいかもしれん。走れ、走れ、よっしゃ、オッケー、やったえ、めっちゃ順調。一発くらいできた。で、ラウンドオーバーであります。で、この中の、34人以外全員ね、じゃあ残り34人か。34人になるように、減っていきます、人数が。で、こういう感じでどんどんね、ラウンドが進んでいって、最終的に1位を決めるっていう感じですね。で、次のコースはね、こうやってランダムで選ばれるんですよね。この、いろんなゲームがある中で、これはまたレースかな？え、違うな。チーム戦、次はチーム戦ですね。これやったことないな。何これ、何これ、ピンボールかな、多分だけど、これあれか、自分のコートにボール入れればいいのかな、違うか、相手のコートかな、ちょ、見よう、一回見よう、あ、なるほどね、自分の方か、自分の方入れるのか、多分自分の、あ、金、あ、いいや、オッケー、これだと思ってた、はい、オッケー、で、このボールを自分のエリアに持っていくと点数になるのか、なるほどね、今勝っています、黄色チーム、いやいや、青が強い、一回青をちょっと妨害しよう、一回青のボールをもらいに行こう、よし、行ってやめて、勘弁してください、ほら、青のボール、やめて、あ、やめて、それ僕のボール、ちょうだい、青ちょうだい、うん、うん、いやもうこれでいいや、あ、お前じゃねえ。あ、やった、ラッキー、よらがーボールどっか行っちゃった、ちょっと待って、誰かボールください、誰かボールください、やばい、あ、これ、あ、そう、俺のやつ、お前言うさ、あ、これもうライ、はい、あ、取らないで、はい、ラッキー、痛いよー、ちょっと待って、赤じゃない、青から、青、やべえわ、点数が。青ちょっと強いんで、青のボールを、卵をもらって。え、ここ下多すぎない？あ、やめて、勘弁してください。僕は何もしないです。僕は何も。なんだこれは。よし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 。
ごくごく、ごくごく、よしよし来た、うわ、やめてー、邪魔しないでくれ、邪魔しないでくれ、邪魔しない、邪魔だー、おらー、よし、いた、オッケーオッケー、よしよし、この、この、この調子、この調子で、この調子で、待って、よこすな、よこすな、この金は渡さん、この金はあげない、絶対に。この調子で赤、青からボールを奪えば、勝てる。いや、待って、あ、負けたー、マジか、今惜しかったな。でも多分2位だから、負け、いや、これもしかして負ける？あ、残った。オッケーオッケー、残りました、ギリギリ。あぶねー。怖い。怖いなー、これ。チーム戦の場合は3チームあって、3チームあると1チームが消えますって感じですね。で、次は？なんだこれ。タップトエ。これは確かね、TNT ラン的な発想で足場が崩れて、で、一番先にゴールした人が勝ちみたいな。で、一個だけなんか正しい道があって、その正しい道は、壊れない的な感じだ。出すね、出す！いきますか。で、これは、すぐゴールしたら出てこないんで、まずは見るって感じでいきましょう。まずは、どれが落ちないのか。あー、これか！まずはこれが正解ですね。これが正解で、こうやっていって、こっちか！こっちで、で、これ、こう正解。あー、ゴー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 おーこここここここおーここおこうわ、待って待って、みんな待って、もうちょっと待って、3分だけ、3分だけ待ってくれー、くっ、やめろ、のけ、くっ、ふっ、よし、あぶねー、あぶねー、ギリギリだ、ギリギリゴールした、嬉しい、あー、終わったかと思った。さあ、これは生き残っていきます。いいね、一発できてる。さあ、次のコースは、どこになるんだ？これなんだ？テックスアーゴーン？あー、これもあれですね。TNT ランと同じですね。おそらく、何回か踏んだら足場を崩れて、そこで、最後まで生き残れば勝ちっていう感じですね。いや、これどうしよっかー。とりあえず、足場が、あ、消えますよ。消えますよね。で、この、ここ走って、あ、怖い、なんで来るな、うー、まだ生きてる、まだ俺は死ぬ、うあの上のやつが押してくる前に足場を崩して、足場を崩して、足場を崩るして、まオッケー、うまいうまくない、終わる、やめてくれ、やばい、だいぶ削ってます、とにかく生きよう、わしは生きる、よし、はい、うまい、天才かもしれない、そうです、天才ではないです、あ、危ない、なんでそんなことあるの、うるく、もう全員落とす、俺が落とす、やめて、来るな、バカか、いや、イチゴ、よしよしよし、来たやつを落とすという作戦ですね、これは。さあ、落ちておいで、さあ、落ちておいで、みんな落としてあげるよ。まあ、このゲームはやっぱりね、初めに下にいれば割と強いっていうところあるんで、そんなことはない。